またヘッドスライディングか。これで10回目いったし、もう追いつけないな。数えてんのかよ、珍しいな。今10対2だからもう逆転はできないな。1イニングで多くてもさすがに3回だよな。全然スコア違う気がするな。何言ってんだ。ヘッドスライディングの数で勝ち負け決めてんだよ。高校野球の基本だからね。いや、そんなんで決めてねえよ。ルールおかしすぎんだろ。でもまだ諦めるのは早いぞ。逆転したいならフライ打ち上げても果敢にヘッドスライディングやっていくしかないな。そんな甲子園見てられねえよ。際どいところでやるから意味があるんだろ。電光掲示板に数字書いてあるだろ。あれヘッドスライディングの回数なんだよ。ホームに帰ってきた数だろ。ヘッドスライディングしても大体アウトって言われて終わりだろ。あ、違う違う、あれアウトって言ってんじゃなくて1点って言ってんだよ。そんなルールってやってねえよ。試合の勝ち負けヘッドスライディングの数で決まらねえわ。でもヘッドスライディングポイントの数が同じだった時が問題なんだよな。あとはボーナス勝負になってくるから。もうさっきからついていけてないけど次行こうとしてるな。どういうこと？ヘッスラポイントの数ももちろん大事なんだけど、他にいくつも採点の項目があるんだよ。甲子園採点競技だったのかよ。他に何があんの？丸坊主の球児の数も大事になってくるんだよ。今回は多分そこの減点はなしかな。最近丸坊主減ってきてるからって理由で導入されてそうだな。慶応が不利だな。ヘッド SP の数なら勝ってたのに、丸坊主の選手が少ないから逆転負けっていうケースが今大会から出てきてるね。もったいないな。でも丸坊主が何人いるかチェックする担当者いるのおかしいだろ。それとこれも大事なんだけど、他校から選抜でもらった数もボーナスとして加算されるね。負けたら渡す文化あるもんな。でもそれ高校の数を大阪が有利だろ。選抜するポイントも大事なんだけど、それと同時に折り紙にメッセージ書いて紙飛行機で飛ばした回数も大事になってくるね。熱闘甲子園の最終回終わるまで結果わかんねえじゃないか。っていうかあれ毎回やってるわけじゃねえよ。まあいろいろ大変だから試合の中で HS ポイントを稼いでリードしておくことが重要になるわけよ。ヘッドスライディングポイントの呼び方統一してくれよ。